どっちも感染させるリスクがあるんだよっていうことはきちんと知っててもらいたいんですね。これはちゃんと言ってるわけですよ。ただ重症化のリスクとか確かに下がってるから高齢者とか打った方がいいよねっていうのも言ってるわけですよなで。こんにちは。しーすけです。今日はですね、医療従事者がワクチンを打っていたら安全は嘘っていうテーマでお話ししようと思います。 僕はですね、5月の時点でワクチンは打ちませんということでね。 動画でアップさせてもらいましたともとはですね打つつもりではいたんですよ。打つつもりではいたんですけども、ワクチンを打つまでに、ですねいろんなこう情報だったりとかっていうのをこう自分の中で精査をしだして、最終的には打たないっていう決断をしたんですね。まあ、いろいろ理由はあるんです。でなぜかというと、まあ、僕自身は不整脈を持ってたりとか、あとは難病で、ですね抗酸球性副鼻腔炎ということで、まあ、採血をしたら抗酸球というのがもともと高かったりするんですね。正常値より高いっていうのがまあ通常なんですよ。全く 日常生活には支障はないんですけども、まあ、ただ採血をしたら正常値よ常に高いっていうような。そういう人間なんですね。なので、まあそういうとこも踏まえたりとか、あとはワクチンの死亡事例とかでまあ僕とね。こうリンクするような感じの人とかもいたので、まあ、そういうのをトータルして踏まえて打たないっていう決断をしたんですね。で、そこから別に僕はワクチンを打つっていうのも打たない。っていうのとどっちでもいいのかなっていう風に考えてたりとか。あとはまあいろんなこう数字とかを見ていった時に60代以上の人はね。打った方がいいのかな？って言ったりとか。450代の人はよく考えて決めた方が。いいんじゃ じゃないかなとあと30代とかあと20代以下の人たちっていうのはう打たなくていいんじゃないのって僕は思ってるよっていうことをね常々、まあ、発信はしてきたんですその中でこの5月に挙げたま謝罪動画というか、まあ、ワクチンもともと打つって言ってたんだけども打ちませんというねそういう選択をしましたということで謝罪をしたんですけどもこの動画を上げた時にですねすっごいたくさんの人から。 ワクチンを打たないような医療従事者に関わってほしくないとかワクチンを打たないんだったらもうやめてしまえとか、まあ、結構いろんな言葉を言われたんですねただそれを思うのは自由なので、まあ、そうなんだっていうのはあったんですけども絶対にワクチンを打ったからって言って感染しないわけではないっていうのは知ってたんですよなんでかっていうとこれは河野大臣がワクチンは発症を予防するってずーっと言ってるんですね発症を予防するっていうのは症状が出るのを抑えるっていうことです ワクチンを打ったことによって感染しないってわけではなくて症状が出るのを抑えますよっていうのをずっと言ってるので僕は、ね、それをまあ信じていたわけなんですよで。いろいろ調べてもやっぱり、ね、感染はするんだろうなっていうのは感じたんですね。ワクチンを打っってて、もウイルスが入ってその結果 まあ、感染っていう状態にはなるんだろうなと。ただ、発症はしないっていうこと、重症化とか死亡するとか、そういう悪い方向に行くっていうことは抑えられるんだろうなっていうことは分かってたんですよ。なので、まあ、そういうふうなことが起こってきたときに、感染をした。 だけども症状が出ないから、その感染をした人が広めるんじゃないかっていうこともずっと思ってたんですね。これは思ってただけで分からなかったので、ずっと口にはしてなかったんですよ。だけども、今回ですね、だんだんそういうのが明るみになってきたんじゃないかなというふうに思ったんで、この動画を、ね、撮ることにしました。 で、まあ、こうやってですね、5月の時点で、まあ、謝罪動画として打ちませんということであげたんですけども、まあ、決まったのは4月の段階なんですね。4月の頭の時点で、まあ、打たないというのを決めて、動画としてあげたのが5月だったっていう感じなんですけども、その後にですね、7月の時点でも、まあ、僕自身ではなくて、看護学生の人たちから、ワクチンを打ちたくないんだけども、強制でね、打たないといけないっていうことを言われてるということで、まあ、相談みたいなことがね、何個かあったんですよ。まあ、4、5件ぐらいあったのかな。で、それに対して僕はこういう動画をあげたんですね。 そうするとです、ね、ワクチンを激推しする医者たちから、ねまあ、45件かなそれも 4, 件ぐらいかなメッセージだったりとかコメントだったりとかっていうのが来てあと医者っていうのは伏せてるけどそうじゃないかなっていう人たちも何人かいるんですけどそういう人たちからもコメントが来てということで、まあ、ワクチンを打たないんだったらやめてくださいとかワクチンを打たないんだったら一緒に働きたくありませんとかっていうねそういうメッセージもあったりとかあとはワクチンを打たないことによって患者さんや家族に感染させるリスクっていうのをもうちょっと考えてはどうですかとかっていうコメントもいただいたんですね。 なので、まあ、そういうコメントもたくさんいただいた中ででもねっていう,ふうのはあったんですよ、それはさっき言ったようにワクチンを打った人が症状がないのにウイルスがあってそれを広げる可能性のもあるんじゃないのっていうのをずっと思ってたのでそういうふうなのをずっと思いつつ、まあ コメントに対しては、まあ、自分の中で、ね、もうそういう考え方もあるよねっていうふうな捉え方をずっとしてましたなのでそういうことも踏まえて僕はね両方こういろんな視点で見たいなっていうのがあったんで、まあ、普通通りにしてたんですけどもワクチンを打った人が知らず知らずのうちに感染させてしまうっていうリスクもあるんじゃないのかなっていうのが、まあ、結構出てきたんですねでこれがなぜかっていうとワクチンを打ってるしかも2回打っている人たちが感染をしてそしてその中でクラスターまで発生してるっていう事例が、まあ、結構 こうあるんですよ。これが結構大げさに出てきだしたのが7月なんですよ。7月なんですけども、皆さんが知ってるのは沖縄でクラスターが発生したあの事例だと思うんですよ。あれが一番最初に6月に取り上げられたんですね。6月の終わりだったかな ?6 月の30日とか7月の1日とかそこら辺に取り上げられたんですよ。で、その内容は何かっていうとこちらです。これ見てもらったらわかるんですけども、クラスターが発生しました。看護師も感染していました。そのうち、 12人がワクチン打ってませんでしたということだったんですねで。医療従事者に関して言えば、15人の看護師に対して、12人がワクチン打ってませんでしたっていうような報道がされたわけですで。これは事実だったんですよ。事実なので、これが6月の終わり、7月の頭ぐらいですね。そこら辺で報道されたときに、いや、ワクチンを打ってない医療従事者が働くとか何なんだと、ありえないと、働くなっていうことをすごい言う、そういうね、ワクチン激推しの医者たちがめちゃめちゃいたわけですよ。その中で患者さんも亡くなったっていう報道が あったものだからやっぱり医療従事者を打たないといけないっていうような流れができてきたわけですそれから約1ヶ月半経った現在はどうなのかっていうところなんですねで亡くなった患者さんもいるって言ってるんですけども実際に中身が報道されてないんですねこれ何かっていうと救急指定病院なんですよ救急指定病院でこういうクラスターが起こってるわけなので救急指定病院の時は延命しますかしませんかっていうのを聞いていきます なんでかっていうと、急変が起こる可能性が高いから、救急で来てるわけですよ。救急で来た時に、急変をした時、その時にどうするのかっていうことを聞きます。 聞かないと延命するかどうか分かんないから、それで治療が遅れるっていうことがあったらいけないし、延命しないっていう家族に対して延命してしまうっていうのも家族の意向だったりとか本人の意向にそぐわないので、これも NG なんですよね。ですので必ず聞きます。まあ聞かない医者がいるかもしれないんですけど、それはね、ちょっとナンセンスかなと僕は思うんですけどね、救急できた場合は絶対聞きます。なんでかっていうと命の危険があるからですよ。その時に本人の意向だったりとか家族の意向をしっかり確認しないといけないから聞くわけなんですけども、救急指定病院になってる病院、 で救急できた患者さんそういう患者さんがいる中で中には延命しなくていいですよっていう人たちもいると思うんですよねそういう人たちっていうのは絶対にいます必ずいますで、それが高齢になればなるほどいやもうねここまで頑張ったからいいですっていう家族が結 割ないです、ね、もう6割以上の人たちがいやもうここまで頑張ったんだからってもう80まで生きたからねって言って90まで生きたからねってもうここまで頑張ったからいいよっていう人たちが年齢が上がるにつれて高くなるとそういう人たちも亡くなってるんじゃないかなっていうこともあるわけですよこれだけを見ていやもうコロナで亡くなったから全員延命してない人なんだみたいなニュアンスで捉えるのはちょっと違うっていうのは僕は思ってたんですでちょっと話が脱線したんですけどこういう感じで一番最初に報道されちゃったもんだから医療従事者がワクチンを打たない 打たなかったらもう絶対 NG だみたいな、ワクチンを打たない医療者は絶対に安全じゃないみたいな、そういう風な捉え方だったりとか、発信をしている医者とかも結構いたんですよで、僕も結構言われました、打たない側なんでね、4月に打たないって決めて5月に打ちませんっていう動画を上げたので、まあ、僕も打たない側だったんで結構言われたんですよ、なんだけどもっていうところなんです、ここからね、いろいろ見てほしいなっていうところがあります、これが何かっていうと、さっき言った、ワクチンを打っているのにクラスターが発生した事例なんですよ、まずこちらを見てください、病院ではなくて施設なんですけども、こちらもちょっと読んでいきますね。 栃木県と宇都宮市は7日新たに164人が新型コロナウイルスに感染したと発表したと県内の感染者は計9216人桜市の高齢施設で入所者28人の感染が確認され県はクラスターに認定した入所者はいずれもワクチンを2回接種済みだったということで 入所者は全員ワクチン打ってたってことですね。県によると、同施設では7日までに入所者28人と職員3人の計31人の感染が判明。全入所者68人は2回目のワクチン接種を終えていた。食堂でマスクをせずに飲食をしたことなどが原因とみられ、県感染症対策課は接種後も感染のリスクはある。 対策の徹底をとと呼びかけているといるうこ,とで書いてますこちらはですね、施設の入所している人たちは100%ワクチンを接種しているということです、しかも2回目ですね。で、8月なんですけども、大体施設に入っている人たちっていうのはですね、7月の前半ぐらいで打ち終わってるんですね。 ほぼほぼ打ち終わってます。で、7月の後半ぐらいから、まあ、中、中旬から後半にかけてですね、は、大体もう、もう一般市民の人たちが打ち始めた時なんですよ。つまり、もう、この8月の時点でこういうのが分かってるってことは、2回目のワクチンを打って2週間は経ってる、抗体ができてるっていう感覚になるのは、まあ、普通に考えてあるのかなと思うわけですよ。そういう状態で、これだけの人数の人がクラスターとして感染していたっていうことなんですね。で、職員の人も3人感染していたっていうことで書いてるんですけども、多分この人たちもワクチン打ってるんですよ。 さっきの沖縄の例を見てもらったら分かる通りもしワクチンを打っていなければ打っていなければですよ普通にこうやって報道されますもうだってこっちの方がネタになりますからこういうワクチンを打ってクラスターになってるこの報道を知ってる人たちって何人います テレビで報道しないんですよ。ネットでちょこっと報道するだけでもうすぐね終わってしまうというような感じなんですね。こういうことをたくさんテレビで報道すればいいんだけどもしないでしょだからこうやって情報操作されてるわけなんですよね。実際にこういうふうな感じでしっかりとワクチンを打っても 感染してるクラスターが発生してるっていう事例があるにもかかわらずテレビで言わないからそれはないんだと思ってる人たちがほとんどなわけで実際にはあるわけです。で、もっと言うとこういうことでもし施設の人たちがワクチン未接種だった場合はもうこれはねいい格好のネタですよ。なのでそういうネタにもなるようなことがないと要は施設の人たちがワクチン2回ちゃんと打ってましたっていうことで多分報道されてないんじゃないかなっていうのはもう僕の意見なんですけどもそういうふうに思ってます。ですので、まあ、全員打ってた中でのこれじゃないのかなと僕は思ってるんですね。ということはですね ワクチンを2回打って抗体ができたっていう状態であったとしてもですねこうやって感染を拡大してクラスターは発生してるんですよね。でちなみにですねちなみに僕、何箇所か、ね、病院とか行かせてもらってるんですけどもクラスターが発生したのはゼロです、まあね。実際にこういう状態にもあるわけですよ。こういうことも実際にあるので知っておいてもらいたいなと思ってます。それから他にもあるんですよ。こちら見てください。こちらはですね福島県になります。こちらもちょっと読ませてもらいます。 福島県は11日いわき市の福島労災病院と会津若松市の敦賀松久保病院の新型コロナウイルスの感染が確認されクラスターに認定したと発表した各病院によると感染者は福島労災病院が21人敦賀松久保病院が31人県内医療機関でのクラスターは2月以来約半年ぶり福島労災病院の感染者の内訳は入院患者15人看護師5人看護助手1人 看護師と看護助手はいずれも2回のワクチン接種が完了していたというふうに書いてます。つまり、 今回、クラスターが発生した中で、医療従事者の人の100%がワクチンを接種していたということですね。100%ワクチンを接種していて、ワクチンを接種していなかった人がいなかったってことなんですよ。ていうか、今回はこの病院の中で医療従事者が100%ワクチンを接種していて、そしてその中でも起こったクラスターだったっていうことですよ。こうやって病院の中でクラスターが発生しましたと、その中でワクチンを接種した医療者の人が100%ですって言っているにもかかわらず、これでもワクチン接種していない人の方が危ない。 っていう方がまあ、ちょっと僕はどうなのかなっていう風に思いますまあ、実際にこうやって何個もあるわけですよねそれからもう一つですね病院とか施設じゃないパターンっていうのもあるのでこれもね最後ご紹介しようと思いますそれがこちらです こちらはですね、佐賀県の例になります。佐賀県の消防署で起こったクラスターなんですけども、こちらですね、消防署って言ったら、一見ね、火事とかのイメージがあると思うんですけど、救急搬送する人たちなんですよ。救急隊の人たちも含まれます。ですが、まあ、どっちかっていうのは書いてないのでわからないんですけども、そうやって救急搬送、要は病院との、ね、関わりがあるっていうところで、1個ね、クラスターが発生してたんですね。こちらの例も取り上げたいと思うんですけども、こちらも読ませてもらいます。 コロナワクチン2回接種済みでのクラスター、専門家、極めて例外的ということで書いてます。紀藤地区広域市町村県組合消防本部間の消防署で2回目の新型コロナウイルスワクチン接種を終えた署員のクラスターが発生したことについて感染症学が専門の青木洋介佐賀大学医学部教授は、緊密な集団だから起きた極めて例外的な事例と指摘する。その上でワクチンには発症や重症化の予防効果があることを挙げ、 ワクチン接種をためらわないいでと呼びかけている2日までに感染が確認されたのはおたけ消防署の8人と同居の家族1人嬉野消防署1人白石消防署1人消防署員10人は2040代で3月から5月にワクチン接種を2回受けていた」というふうに書いてます。 ちょっとね、読めないところがあるんで、地区の名前もし間違えてたら申し訳ないんですけども、まあそうやって書いてるっていうことですよ。佐賀でもこうやって消防署の職員が感染をしていた、クラスターを起こしていたっていうことなんですけども、まあ、実際ね、見てもらったらわかると思うんですよ。3月から5月にワクチン接種していたっていうことは、もうこれ8月の時点で交代できてるんですよね。できてるはずなんですよ。なので、 ここでワクチン接種して2週間経ってないと抗体ができないから完成するの期間ではないんですよね、これ明らかに違うわけですよ。 この時点で分かるわけなんですけど10人の人たちが感染をしていて全員ワクチン接種していたということなんですよつまり医療従事者だったりとかそういうまあ医療に関係する人たちがワクチンを接種していないから怖いとか恐ろしいとか関わるなっていうのは完全にデマだと思うしそういうことを平気で言っている人たちっていうのが僕はもう本当に信じられないんですねでこういう事例が1件もなければもしくは1件ぐらいだったらですねああまあそうなのかもしれないなと思うんですけども実際に病院でも施設でもこうやって消防で 消防局ででも起こってるわけなんですよね。しかもワクチン接種100%のところでもこうやってクラスターが発生して起こってるわけなんですよつまりこういうことを考えるとワクチン接種をしていない医療者の人が危険だとか危ないとか怖いとかっていうのは完全なるデマだし嘘だし完全なる誹謗だと思いますこういうね実態があるにもかかわらずまだ言い続けるっていうのはちょっとそれはおかしいんじゃないかなと僕は思ってるんですね実際にこうやってねデルタ株になった時点でいろんなところがねもう感染もさせちゃうよとワクチンを打った人が感染をさせることもあるよと 感染をしてしまうし、感染させてしまうっていう可能性高いよと。ってなってくるとですね、逆にっていうことなんですね。逆にどういうことかっていうと、ほんと一番最初に言った通り、医療従事者で症状が出ない場合っていうのは、それは出勤してきますよ。逆に症状が出てちょっと熱っぽいんですっていう、もうもしワクチン打ってない人たちがいた場合はですよ、そういう人たちの方は休みますよね。 じゃあ、どっちの方が感染させるリスクが高いですかって話になってくるわけなんですよ。これはですね、ちゃんと考えないといけないです。ワクチンを打っている人が感染させやすいって言ってるわけではないです。そういうわけではなくて、一緒なんですよ。一緒。 一緒なんだけども症状が出にくいのはじゃあどっちですかって話になってくるんですよ症状が出にくい人の方が普通に何もないから出勤して調べたらありましたっていう可能性はないでしょうかっていう可能性の話をしてるわけなんですねそう考えた時にじゃあワクチンを打っていない人の方が危ないとか危険とか怖いっていう発想の方がどうなんだろうと僕は思ってしまうわけですよ仮にワクチン打っていない人の方が症状が出るのであればそっちの方が分かりやすいですよね出勤しないの方がもうそうだよねってなるわけですよ 例えば37度、8分あります出勤します、来るなって話になってくるんですよ、だけども実際に感染してるけども症状がない、つまり熱とかも出ないから出勤しましたってなった方が怖くないですかっていうふうに僕は思うわけなんですね、でこれを実際にずっと前の時その謝罪動画だったりとかっていうのを上げた時から可能性あるんじゃないかなと思ってたんですけど、可能性だったんですよ、だけども現時点でワクチンは発症を抑えるんですと、発症を抑えるから確かに効果はあるんですよ、高齢者の人たちっていうのは重症化も抑えられてるし、亡くなる 人も少なくななくってるこれ明らかなんですよねこれ外国もそうだけども日本もそうだから絶対的にそうなわけですよ。もう日本を見たときにっていうところでいつも僕は話してるんで日本を見たときにそうだからそうなんですよねだったらっていう話になってきてだったら症状は出ないよね、症状出にくいよね、重症化しにくいよね。 だったらっていうところなんですよ。そう考えた時に、じゃあ医療従事者でっていうところをワクチン打ってない。人たちの方が危ないとか危険っていう発想になる方が危ないんじゃないかなと僕は思ったので、今日はこういう動画を撮らせてもらいました。なので、まあ実際にですね。どっちも一緒なんだよっていうことは知っておいてもらいたいなと思います。ワクチンを打ってる医療従事者もワクチンを打ってない。医療従事者も感染させる可能性は一緒だし、感染した場合、クラスター起こったらこういうことで普通にね。クラスターが起こってしまうと、ワクチンを100%打ったとしてもこういう状態なんだよ。っていうことも。 やってもらいたいなと思ったんで今日はねこうやって皆さんにねお伝えできればなと思って撮らせてもらいましたどっちも感染させるリスクがあるんだよっていうことはきちんと知っててもらいたいんですね これはちゃんと言ってるわけですよ。ただ重症化のリスクとかは確かに下がってるから、高齢者とか打った方がいいよねっていうことも言ってるわけですよ。なので今回の趣旨としては、最初に言ったように、医療従事者がワクチンを打っていないから、この人たちが怖いんだとか、この人たちが悪いんだとか、感染させるんだとか、感染させやすいんだっていう感覚は、もうこのデルタ株に変わってきている現時点ではありえないよっていうことはね、知っておいてもらいたいなと思います。じゃあ、今日はこれにしようと思います。 最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。